はい。こんにちは。文具王です。今日紹介するのはこちら。はい、えー。エレコムのミニオプロダクトシリーズという製品です。まあ、あの、シリーズなんですけれども、今4製品出ていて、えー、こんな感じになっています。端からですね、まあ、名刺ケースですね。それから、えー、iPhone ケース。で、パスケースっていうのがあって、あとは PC ケースですね。これは、あの、MacBook 用っていうふうになってますけど、MacBook と MacBook Air の13インチ専用ってことになってますけれども、そういうケースが、 ありますよということで、え、出てるんですけども、こちらですね。ま、先日行われました ISOT の日本文具大賞エントリーの中から文豪が選んだっていうですね、文豪とセレクションのコーナーに展示されていたやつなんですけれども、返却する前にちょっとお借りしておりますということで紹介していきたいなと思うんですけれども、今回はですね、あの、ま、薄さへのこだわりとマグネットの使い方がちょっと面白いぞということでそんな話をしたいわけですけれども、一応簡単にまずはね、それぞれのですね、 機能の説明をしておきたいなと思います。はい。でまずはですね、名刺ケースですね。こんな感じです。あ、でこれシリーズね、全部ね、あのね。 あの、ヴィーガンレザーシリーズってことになってるんですよ。で、ヴィーガンレザーって何かっていうと、ヴィーガンってあの、えぇ、ー、菜食主義者的な動物のものを食べないとかいうのありますけれども、それと同じような感じで、えヴ、ー、ィーガンレザー、動物由来のものを一切使っていないっていうのが、えー、まあこのヴィーガンレザーっていうことなんですけども、まあ何のことはない合否ですっていうことなんですね。合成比較、人造比較に関してはですね、えヴ、ー、ィーガンレザーの中に入るっていうことでですね、まあ確かに動物由来ではないよっていうことで、 まあ、あの物は言いようなんですけれどもあの合皮ってね昔から言われていてまあ偽物の皮みたいに言われてますけれどもいやそうではなくって動物を、えー、使わないレザーだよっていう、えー、ものになってますということですけれどもなんでポリオレタン系だと思うんですけれどもあのビーガンレザーという、えー、合皮を使っていますということですねっていうやつです。 まあ、それはそれで置いといて。で、えー、まずね、名刺ケースなんですけど、マグネットでパカッと開くようになっていて、中にはですね、名刺が、まあ、最大15枚って言ってるんですけど、15枚入れるとね、結構入れすぎだと僕は思うんですけど、10枚ぐらいだったら、まあ、ちょうどいいかなっていう感じですけれども、こんな感じですね。15枚までだったらこうやって入るんですけども、入れてこんな形ですね。で、 まあ、とにかく薄いっていうのが、あれでいいところですよね。これ、あのー、入れてない状態、名刺入れてない状態だと、厚み3.5ミ、mm、リなんですよね。これ入れてもやっぱ7、7. 何ミリとかっていうぐらいの厚みなので、まあ、ああのー、すごい、まあ、薄くできていますっていうのと、これがね、パカッとこう、マグネットで閉まるようになってるのがいいところですね。で、えー、ここの角がね、ちょっとね、ほら。 こっち下はほら縫い合わせてあるんですけど、上の部分のフラップはこうやって来てるので、実はこれ名刺入れてないと開きにくいんですよ。名刺入れてないとぺったんこなので、これちょっと開きにくいんで、ちょっと、ちょっとこうやってやって開く感じになりますけれども、実は名刺を入れてあげるとちょうどいい具合に角がちょっと出るんですよね。こんな感じになってて、こうやって締めるとこんな感じになってるんで、ここをこうやってピッてやるとですね、割と綺麗に開けられる感じですね。 で、えー、パタンと締まるという。このね、締まり方のパターンが気持ちいいんですね。でこの秘密はちょっと後でいきます。なんですけれども、こんな感じでですね、<laughs> 非常に、あのー、まあ、使い勝手もいいんですけれども、とにかく横から見た時に厚みがないっていうのがいいところですね。 なので、えー、まあ、あの、カバンの中とかに、とりあえず入れておくときに場所を取らない。まあ予備用としてもいいかなと思うんですけれども、自分の名刺を何枚か入れておいて、カバンの中とかに、えー、入れておけばっていうことですね。カードリッジとか他のものも紹介したことありますけど、あれとまあ考え方的にはかなり近いものですけど、これだとね、15枚ぐらいまで入るので、普通に、普段使いでも、まあ毎日メンテしておけば、 ね、何十枚も入らなくても、まあ、名刺交換した後にはちゃんとね、えー、毎日中身をちゃんと入れ替えてっていう、まめにやってあげればこのぐらい薄く済むよっていうのは確かにそうなんだよねっていうふうに思います。まあ最近名刺交換の機会もそんなに多くはなくなっていると思うので、まあ普段から名刺入れ、あんまり分厚いの持ち歩くのでもなかなかかもしれませんけれども、 あの、時々人に会わなきゃいけない時っていうのがあって、会った時に、ああ、名刺っていうことはあるので、まあそういう意味ではいいかなと思います。で、名刺すね。それから、まあこれ iPhone ケースなんですけど、iPhone ケース残念ながら、えっと、これがですね、iPhone12 のミニと、えっと、iPhone12 と 12Pro。 に対応してます。ということで、僕、プロマックスなんで、これ対応型がなかったので、これ入れられないんですけども、すいません。なんで入れてみせることができませんけれども、えこれがですね、ケースになっていますということですね。で、このケースは、もう見ての通り、この、ま、フラップタイプなんですけども、ここマグネットで止まるようになってんすよ。ね。これはあれですよね。あの、昔懐かしの、あの、ペンケースと一緒だよねっていうね。これと一緒じゃないかっていう感じはします。 はい。まあ、こんな感じですね。マグネットで、ま、こう止まるっていう。これあの、マグネットと鉄板の位置がね、これ逆ですけれども、まあ、こんな感じになって、パチッと止まるようになってます。で、えー、ま、こっち側はね、穴が開いてるので、まあ、カメラは外側に向けたままで使えるようになっていて、こうやってなるんですけど、えっ、ー、と、画面でね、 あの、映像とかを見たいときに、あの、よく横型の画面で、まあ、なんかね、ちょっと動画とかを参照したいっていうときにはですね、これ、ここのところがこうやって開くようになってるので、パカッと開いて、で、そのままこうやってね、上げるとですね、こう、この状態で、えー、見ることができます。まあ、今、軽いのであれですけど、中に、えっ、ー、と、ここにね、スマホが入った状態だとこうなって、まあ、自重でしっかりここでギュってなってくれるので。で、ここはね、ちょっと出てんだよね。 なんで、ここのところに引っかかるので、まあ、これ以上はいかない。ま、もともとこれあの、レザーがね、いい感じの抵抗感があるので、多分ね、入れてあったらね、そこそこ角度自由にいくんじゃないかなというふうに思います。ということなんで、ま、ああの、まあ、フラップタイプというか、蓋が閉まるタイプの、あの、iPhone ケース使ってる人にとっては、まあ、これいいんじゃないのかなというふうな感じですね。で、縫い合わせたところがないので、ほころびるところがね、まあ、なりにくいっていうところがありますよね。 え、縫い目がないのでっていうのと、あと厚みがまあ極力薄くするようにということで、なんもそういう余分なものをつけてないっていうところで、えー、かなという。まあ基本的には薄くて軽いっていうのが全部に共通してるんですね。えっ、ー、と、こっちはですね、パスケースで。パスケースはこんな感じでですね、え、これはフラップタイプのというか、両面に2枚ずつ入るんで、これ4枚カードが入るタイプですね。 表裏。ええー、この外側の部分も実はカードをこうやって入れることができるようになってます。で、内側の部分もこうやってカードが入れられるんで、えー、合計4枚入れられます。見せたいとき、人に見せる内容がね、ここに入ってるやつを、まあ、入管のときとかで中身を入って見せるときには、ここに、えー、見せてあげることもできるし、ただ普段は見られると嫌だなっていうのがこうやって閉じておけるという形になってます。で、4枚入るんですけど、非接触タイプのあの認証カード。 あの、入管賞だったりとか、それからあの、スイカとかパスモとかそういうやつのか、感じのやつで使うんだとしたら、ま、2枚だったら普通に入れておいて、こうやってペってやるとですね、え、お互い干渉しないので、え、普通にこうやってやると使えると思います。なんですけど、えっと、表裏で、この4枚入った時に、こっちの面とこっちの面と両方、えっと、非接触タグが入ってる場合だと、え、干渉するので、その場合は、あの、干渉防止用のシートが別売りで、まあ、 エレコンさんからも出てるし、他からも出てると思うんで、そういうかシートを入れてあげて、入れると、ま、一応4枚独立して、タッチカードとして使うことができますよ、という感じではありますかね,ですね。まあ、あとはこの、えっと、紐が、この、あの、伸びる紐がついてて、まあ、こんぐらいなんですけどね。でも、あの、カバンとかにつけといて、ちょうどこうね、改札機を通るときとかにピッて出すには、ま、このぐらいで十分かなという感じなのと、まあ、こっち反対側がこうやってフックになってるので、ま、フックの部分はですね、ま、カバンのハンドルに引っ掛けるとか、 ま、いろいろそういう使い方ができますよということで。ま、あこれもなんか形としては別にそんなに珍しくないですね、これは。あの、この形自体はですね、ここの金具も含めてですね、こういうタイプを他でも見たことはあるんですけれども、ま、あこれはあの非常に薄い形で、ま、同じシリーズになってます。こっちはね、マグネット使ってません。まあ、あの、パスカード入れたりとかするやつなんで、ま、あそんな感じになってますということですね。はい。ということで、この3つと、あとはこれですね。 俺ね、動画の中で、あの、処理ケースって言っちゃったかもしれませんけれども、これあれですね。あの、PC 用のケースですよ。あの、書類も入っちゃ入るんですけれども、13インチの、これ PC ケースなんですけど、一応、やっぱりね、もう、もうだ、だから、これ名刺ケースとね、作りがほぼ一緒なんですよ。で、こんな薄いんですよね。なので、えっと、これに関して言うと、一応、あえて Mac MacBook Air と MacBook Pro の13インチ用ですって、わざわざ言ってます。 なんで、あの、PC って言ってしまうとですね、厚みがバラバラなんで、みたいなこんな分厚いやつとか入れようと思うと、まあ、入らないよって、同じ13インチでもね、厚みがあると入りませんっていうことなんで、これはまあ薄いノート専用ですと、ということなんですけど、僕、これもですね、MacBook Pro を使ってるんですけど、僕、えっ、ー、と、16インチを使ってるので <laughs>、入らないんでね <laughs>。 っていうことでですね、まぁ、あ、ちょっと残念なんですけど、一応形を見るために、これはあれですね、iPad Pro なんですけど、まぁたいこうやって入るぐらいの大きさなんですねで。これも、だからこれが13インチぐらいじゃないかなっていうやつなので、これ入れようかなと思います。で、これ全くこう、マチみたいなものが付いてないんですよ。なんで、もう本当にここのところに入れた時にちょっと膨れるっていうので入るので、まぁ、あ、こうやってあげるとですね、こんな感じですね、パタンと。 こんな感じです。まあ本当にここが真っ平らのフラットになっていて、まあこう入るようになってます。で、まあこうやって開けられるよということですね。はい。これもね、あの、まあ極力薄くスリムにっていうの。まあね、これね、薄く見えます。なんで、こんな薄っぺらいので入るのかと思うんですけど、13インチの MacBook Pro が入るっていうんだからなかなかですよね。 ということですね。実際、MacBook Pro で一回試してみたいですけど、これまだね、左右にね、ちょっと余裕があるんでね。えっ、ー、と、もうちょっと分厚くても厚みでカバーしてなんとか入るんでしょうね、ということで。いや、なかなか綺麗にできていると思います。で、もう一個ですね。実はこれ、あの、うまく工夫がされていて、これ蓋のところがこう折れ曲がるようになっていて、ここのところにですね、実は、ここにも止まる用マグネットが入っていて、ここで止まるんですよ。わかります こうなっていて、ここから上げて、で、ここをクッと曲げてあげると、ここにマグネットで止まるようになってるので、こうやって置いてあげるとですね、えっと、ま、ちょっとチルトする、ね、角度が上がるようになってるので、えっと、これ今、あの、あの、キーボード側がこっちだと思ってくださいね。で、パカッとパ,まあパソコン開けて、こうキーボードを打つときに、ちょい上げ目で、ま、モニターもこの分だけね、この分だけ、ま、モニターも上に上がりますから、 まあ、あの、視線的にもですね、ま、なるべく正面向いてる方がいいってよく言いますよね。なんで、PC の後ろにですね、ま、ちょっと立ててあげる。あと、下がね、乗せたマシーンの裏がちょっと開くので、えっと、放熱の効果もあるということで、ま、こういうケースがいいんじゃないのか。でも、でも、平らにした時には、そういう仕掛けが、ま、一切外に出ないっていうのがいいところですよね。 うん。なので、えっ、ー、と、これはだから、ある意味、スタンドも兼ねているよっていう風に考えると、この薄さで、このケースになっていて、スタンドにもなるよっていうのは、なかなか、えー、いいんじゃないのかなという風に思いますよ。ということで、この4種類になってます。はい。ということなんで、まあ、商品紹介としてはこんな感じです。なんで、えー、気になる方は調べてみてください。ただし、これは、それぞれ、えー、入るものが限定されてたりします。あ、そうだ。 えっと、この、パスケースは、えっと、これ4枚タイプですけど、2枚タイプは横型ですね。表裏のタイプになっていて、あの、いわゆるここにね、あの、社員証とかみたいなの入れてあるケースになっていて、ま、ID カードケースみたいな感じですね。で、裏のところは見えなくなってるので、ということで、表裏で。で、真ん中にこの釣り缶が付いてるので、ここから釣ってあげられるようになってます。というやつが出てます。で、 えー、カラーラインナップとしてはこんな感じですよね。えー、どれもね、なんか、やっぱり今っぽい感じで、OA 関係とかでね、PC バッグとかってすぐ黒のナイロンってなりがちなんですけれども、そこが、まあやっぱこういう色合いにしてあるところがかっこいいかなというふうなところも思います。で、このね、a ーガンレザー、まあ合皮ですけれども、この合皮の、えー、手触り感もなかなかいいので、えー、やっぱりね、質感の時代になってきたぞというふうに僕も本当にね、あの、思いますけれど、 な、すごいね、持っていて、やっぱりいい感じの質感になってるかなと思います。特にこの黒、黒っていうか真っ黒じゃないんだよね。ちょっとグレーがかっていたりとかして、こういうのってね、えー、落ち着いてて下に引いててもいいかなと思います。中がね、ほんでまだ緑だったりするんだよね。このね、黒緑の組み合わせはすごいね、僕いいなと思うので、うーん、これで PC、うちのが入らないからあれですけれども、えー、ケースとしてはなかなかよくできてるなと思います。 という感じなんですね。ということで、ここまでが、まあ、商品紹介。えー、なんですが、今回は、こっからです。えっ、ー、と、このシリーズの、ちょっと面白いところは、これ、マグネットをちょこちょこ使ってるんですね。ここもこ、こんな感じですよね。マグネットを使っていて、あと、これの名刺ケースも、ここのところでパチンって止まるじゃないですか。で、止まってるんですけれども、これ、止まっているのが、まあ、あの、ちょっと、あれって思ったので、で、特にこの2個なんですよ。 えー、名刺ケースとこの PC のケースなんですけれども、これのね、作り方がちょっと不思議だなと思ってですね。で、それを紹介したいなと思います。これね、マグネットでこうやってくっつくじゃないですか。で、はんはんマグネットでくっつくのねって思ってたんですけど、普通に考えたらマグネットでくっつくときって、えっ、ー、と、まあ、こっちはわかりやすいですよね。こっちは。だって、ここにほら、 ここにマグネット入ってますよっていうのがわかるじゃないですか。で、こっち側に鉄板がここにくっつけてありますよ。えー、鉄とマグネットはくっつきますよ。こうわかりますよね。っていうことは、これも多分、この後ろ側に鉄板が入っていて、ここにくっつくんだろうなとなんとなく思うじゃないですか。まあ、実は違うんですよ。そこが今回の面白いところで、実は、これって、鉄板に対して、こう、この、 ね。背中の部分に鉄板が入っていて、こっちの表の部分に磁石が入ってるんだとしたら、ここでパチンとくっつくんだけど、ここに、例えば、カード類をいっぱい入れる。まあ、名刺とかをいっぱい入れてあげると、どんどんここの距離が離れていきますよね。厚みが出てくると、どん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 離れていくじゃないですか。で離れていくと、ここって、どうしても、うん、距離が出てしまいますよね。 えっと、ちょっと図を書いて説明しますね。まあ、どんな感じかというとですね、普通に、こう、この形でね、作ったとして、まあまあまあ、こういう風にあるわけですよね。こんな形になってますよ、というところですね。で、ここに継ぎ目がありますと。で、これを、まあ、マグネットで止めるって言ったときに、まあ、例えば磁石、磁石が、こう、こう入っています。 まああの、まあ蓋はされてるとしても、こんな風に磁石が入っていますと。で、こっち側に鉄板がありますよと。えー、鉄の板がここに中に入ってますよというものだとするじゃないですか。まあこっち側もそうですね。こっち側は、まあこっちが袋になってるからなくてもいいのか。な感じですよね。で、上げるとですね、ここの蓋がこっち向きに、えー、パタンと閉まった時に止まるよということに、まあ、なるかなと思うじゃないですか。で、えっ、ー、と、これが磁石で、えー、こっちが これが鉄ですよね。鉄ってやると、ま、あここのところでビビビビってくっつくんですけど、えー、実はですね、このやり方で作ってしまうと、えっ、ー、と、磁石ってね、やっぱいろいろ問題があるんですよね。ここに紙いっぱい入れるじゃないですか。名詞が入ります。で、名詞の量が、えー、ほとんどないときって、この鉄と磁石の距離がすごく近いから、まあまあまあくっつくってくっつくんですけど、これが距離がだん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 空いてくると、磁石って途端に弱くなります。 磁石っていうのは、えっと、磁力が距離の事情に反比例するんですよ。どういうことかというと、距離が2倍になると、磁力線の数がですね、4分の1になるんですね。だから、距離が2倍になると力が4分の1って思ってくださいって考えるとですね、めっちゃ弱くなるじゃないですか。ね。ちょっとでも開いてしまうと、磁石っていうのは力が弱くなるので、こういうやり方ってできないんですよね。で、普通だったらどうやって作るかっていうと、えー、こういう、 まあ、こういうケースですよね。ケースの場合、ここでくっつけずに、これを伸ばすんですね。こんな風に伸ばします。蓋を伸ばしたところの内側に、ここにマグネットをつけますよ、と。ね。で、えー、こっち側に、え、こういう鉄板をつけておきますよ。これだとカチッってくっつくじゃないですか。ここ距離ゼロなんで、ピチってくっつくんですね。だ磁石の力最大限に使って、ここはくっつくじゃないですか。 なので、ここの中身の量に関わらず止まりますよって、これあの、バックでも何でもそうですよね。えー、普通に、えー、ここのところに、まあ、あの、マグネットホックみたいなものをつけてあげればいいし、それを平たく伸ばしてあげれば、まあ、薄っぺらい磁石を使えば、ここのところでこうやってくっつけることもできますよということなんで、こうやれば作れるんですけど、こいつの欠点は何かっていうと、ここの、ね、えっ、ー、と、厚みが厚くなるじゃないですか。ここのところって重なってるから、ね、 この、この厚みが出ちゃうんですよね。これが厚くなっちゃうよと。特にこのマグネット入ってる部分のホックの部分がデコボコしたりとかするじゃないですか。これは嫌なんですね。で、今回、この、これを作った人たちは、そのデコボコを作るのがどうしても嫌だったんですよ。で、この形になったわけですけど、じゃあこれどうやって作ったのか、で、どうやってくっついているのかっていうところを見ていきたいなというのが今回の話です。 で、えっ、ー、と、マグネットがどうなっているのかっていうのを知りたいって言った時にはですね、実は、あの、以前に僕の動画を見ていただいている方は見たかもしれませんけれども、えー、強力なスケットがあります。これ。はい。えー、マグネットビューシートって言いますけれども、えー、こんな、えっ、ー、と、シートがあります。こんなんか昆布みたいなね、感じですけども、これ実はね、これすごいやつなんですよ。ちょっと緑っぽくなってて、黒いところとちょっと明るい色のところがありますけれども、これどういうものかというと、 もう磁石。ま、なんでもいいんですけど、こういう磁石の卓のものをこうやって当てるとですね、もう磁力線がどこにあってっていうのがわかるんですよ。ほら。っていうことで、ここに磁石あるってすごいわかるんですね。で、他のものとかでも、例えばこういう系のものですよね。これもこうやってやると、ほら、ここにあるっていうね。こんなのが見えたりとかします。で、こうやって見ると、ほら、ここだけついてるよっていうのがわかります。えー、なんならこういう iPad みたいなやつもこうやって見ていくと、ほら、 ここに何かいるぞってわかるじゃないですか。ほら。こう面白くないですかこれほら。ケースにくっつくところこれすごくないですかこうやってあげると、ほら、ここにもなんかいる。ここにもなんかいるっていうマグネットが中に入っているのがレントゲンみたいに見えます。こっち側、あの、どこに、ほら、こうやって見てあげると、 どこの部分で、例えばあのペンシルとかを固定しているかとか、ケースに固定するかとか全部わかりますよね。あとスピーカー類があったりとかすると、スピーカーに入っているマグネットなんかにも反応するので、実はどこに磁石があるかがこんな風にわかるっていうですね。面白いですよね。こんな感じです。ほら。中がわかります。っていうシートなんで、これを使って、じゃあ見てみましょうっていう話です。じゃあこの、このケースの中にどこに磁石が入ってるかっていうと、こうやってやるとですね、 わかりますかここと、ここに入ってるよねっていうのがわかります。2箇所にあるんですけど、不思議なのはこっちにもあるでしょこっち袋状になってるので別にくっつく必要ないんですよね。この裏にくっつく必要はないんですけど、ここのところにあります。で、裏のシートですね。こっち側に、じゃああるのかっていうと、こうやってね、シートを入れても反応しないでしょここ。なので、えっ、ー、と、まあ、まあ、鉄板には反応しないんでね。あの、もしかしたら裏に鉄板が入ってるかもしれないですけど、ここ柔らかいんですよ。 で、ようやくこうやって見るとですね、ここに、はい、磁石が、えっ、ー、と、ここと、ここに入っているのがわかります。なんだこれって思うんですよね。で、なぜこうなっているのかっていうことを考えると、実はこれは面白いことになっているっていうのがわかります。ここの磁石なんですけれども、こうやって見るとですね、 えっと、で、あと、このビューシートの見方なんですけども、どう見るのが正解かっていうことなんですけども、えっ、ー、と、磁石があった場合、磁石には N と S って極性がありますよね。それはまあ皆さんご存知です。ね。あの、こうあってですね。で、N と S っていうのがありますよね、と。 いうことになってると、まあ、N から出た磁力線が S に戻ってきてっていう、こういう磁力線ができ、できますよってことなんですけど、ここのところに、まあ、シートを当ててあげたりとかすると、ここの N からはこう出てる、出てる方向と入っていくのがあるんですけど、N と S の境目っていうのは、ここのところは、要は、こっちから出たやつがこっちに戻ってくるので、ここのところって、えっ、ー、と、出ても入ってもいないっていう領域があります。ね。 なので、えっと、実はこっちから見るとこ、ここにペタって、えっと、シートを当てると、えー、ここのところですね。ここのところは、なんとなく出てくる磁力線が見えます。で、こっちは帰っていく磁力線が見えますということなんで、上から見ると、えー、っと、二つこうね、 えー、まあ、色があるように見えるよというふうになってます。えー、例えばですけど、こういう磁石とかありますよね。これって表と裏が N と S なんですけど、これ N で見ても S で見ても磁力線がここを縦に貫いてるっていう意味では同じなので、えー、どっち向きに見ても同じ真っ黒に見えるんですけど、これをね、こっち側から見ます。横から見るとこんな風になりますよと。真ん中に白い線が見えますよね。これ実は、 ここ出ていく、ここ入っていくっていうのの、ちょうど真ん中のところの区切れ目っていうのは、ま、でも入りもしないで横向いてるわけですよね。全部磁力線が横向いてるところっていうのは、こうやって白く出てしまいます。ということで、えっと、これを見ると、こうやって見るとですね、こんな感じに見えるんですよ。えっと、ここですよね。こことここ。この2箇所は、黒いのがあるけど、間がこう、もやーっと、黄色いの出てますよね。黄色いのが出てます。 こことここは出てます。で、ここにすっごく細い黄色い線が出てますよ。ということなんですけど、これどういうことかというと、これは磁石がここで横向きに入っているってことなんですね。なので、まあ、これと同じように書こうとすると、えー、まあまあ、こうなってますよと。こうなっていますよ。とっていう風になっていて、これがあのケースを横から見たところだとすると、ここに、まあまあ、こうなってますよと。っていう磁石なわけです。 で、N と S の境界線のところは、ここバチバチに N と S がこう来ているので、ここの、ここの中間のところっていうのは、えー、細い線が入ってますけど、こんな風になってます。っていう風になって磁力線がこう出たり入ったりしてる様子で、この、ここがどんな風になっているかっていうのがわかるわけですね。なんで磁石が、まあ、要するにこういう状態で入ってますよ。ここにはこういう状態で入ってますよ、ということなんですね。 で、こっち側にも磁石が入ってます。で、その磁石はどうやってくっついているかというと、えー、だから、普通に考えると、まあ、壁の面があるところに、こうやってくっつけてると思うじゃないですか。まあ、ま、これちょっと縦にわざと長いですけどこうついてると思うじゃないですか。でこうではないんですね。えっ、ー、と、磁石をこう置いてあるのと同じです。まあ、まあ、横に長いんですけどね。で、こっち側にこういうのを置いてあるような状態です。で、この状態で、こうやってくっつけてるんですよ。 ここでくっつけてます。実は、この端っこの部分っていうのは、えっ、ー、と、こんな風になってくっついてるので、あの、面ではなくって、こう磁石ってどうしてもこう平たいのがあると、ね、こっちが、ま、NS ってこうあると思いがちじゃないですか。でも、これ、細く作ってあげると、これを薄っぺらい長い磁石で作ることもできるわけですよね。そうすると、 エッジの端っこの部分が曲、曲の面になるってことはできるんですねで。こんな風にしてくっついてますよというのがわかります。なんで、この端っこが、まあ例えばこれだと、こっちだ、こっち側が N だとすると、こっちが S なんですね。で、なので、実はこれって、ここでくっついてるのは、えー、さっきのでいくと、こうなっている、ね、ここにですね、ここに磁石が、こう入ってるんですよ。 入っていていこここことここで、くっつこうとしててるんででですすね磁石同士でくっついてますでここが、まあ、N だとしたら、こっちが S だよっていう、すごく単純な付き方なんだけど、えー、めちゃくちゃ薄く作ってあるので、実は面ではなくって線でくっついてますよっていうのがこれの面白いところです。なんで、これあの横から見てると持続線見えましたけれども、効いてるのはこの端っこだけなんですね。こうやってね、 2個あるじゃないですか。で、2個あるフラップは曲線が同じなので、ね。ここが N, N だったらこっちも N じゃないですか。なんで、こうやってやるとほら、反発するんですよ。こ,こくっつかない。で、くっつかないけど、どこでくっつくかっていうと、この反対側、ここら辺でくっつくんですよ。こ <laughs>、こっちの端っこね。だから磁石のこっちの端っこはその反対の曲線なので、ここでくっつくんですね。まあ、こんな風にしてくっつきますよ、というところなんで、ね、ここはくっつくけど、ここはくっつかないんですよね。ほら、ここはくっつかない。 っていう風になってます。で、ここの端っこの部分はこんな風にくっつきますよ。だから、あの、実はここって、まあ、この、こうやって閉じると面なんでわかりにくいですけれども、実は、この縁、縁同士がこうくっつこうとしてるんですね。こんな感じですね。この端っこ同士がこうやってくっつこうとする力でこうやってくっついてるんですね。 なんで、すごい細い線でこのね、あの両側をくっつけることによって、磁石をこうやって横遣いするっていうことなんですよね。横遣いしてあげることによって、薄っぺらくって、ここに段差がない状態を作り出してるわけです。ここですね。ここの段差が全くない状態でこれをくっつけることができるわけですよ。それは何かというと、磁石を薄っぺらくして、薄っぺらい磁石同士をこうやってくっつけてるからこ、ここでくっつけてるから、こうやってくっついてるんだよね、っていうことなんですね。うん。 なので、厚みを出さずに、え、この磁石を使って蓋を閉めるっていう方法。こうやって閉めた時に、あたかもこのフラップが向こうに向かって引き付けられてるように感じるんですけど、違うんですよね。引き付けられてる方向はこっち向きなんですよ。いうことなんです。じゃ、こっちも見てみようということで、大きいやつも見てみたいと思います。大きいやつはこうやって当てるとですね、親ってね、ここに、 ま、四つ、かきが見えますよね。こ磁石が入ってます。ここにも入っている、ここにも入っている、ここにも入っている。ね、わかりますこれで、えー、こんな風にしてみていくと、ほら、ね、え四、ー、箇所に磁石が入っていることがわかります。 で、この4箇所なんですけれども、えー、どんな風に入ってるかっていうと、若干形が違うっていうのがわかります。さっきは NS があったので、向こう側に2個、こっち側に2個磁石があるんですけど、さっきの2個は、えっ、ー、と、曲線が横向きだったんですよね。なんですけども、この2個は、なんか黒いのがはっきり見えてるので、上下方向に曲線があるってことがわかります。 っていうことはどういうことかというと、これ横から見ると、えー、どんな形になっているかというと、こんな形になってます。まあ、極端な話ですけど、こういう形になっているんですね。えっ、ー、と、上、上がこれですね。上と下っていうのが NS で分かれているんですけども、それがこんな風になってます。で、えっ、ー、と、この形で入ってるんですよね。まあ、要は、こう、こういう形で入ってることになります。で、表裏がこいつの場合はあるんですね。 で、こっちが表なら、こっちは裏にして、この磁石を入れておくんですね。ってあげると、えー、表と裏がこんな風になってカチッとくっつくと、これでほら、くっつけるようになってるので、こんな風にしてつけます。だから、えー、こっち向きの磁石とこっち向きの磁石が、それぞれ表裏でこう入っていると、実はエッジの部分でくっつけるとこんな風にしてくっつくよっていう風になってます。なんで、これね、 試しにですけど、ここの部分行くと、こっちだとくっつくんですけど、反対側だと反発します。ってことは、こっちでくっつきます。で、これをこっちに持ってくるとこっち反発します。こっちだとくっつきます。ということなので、えー、実は表裏にした磁石がこっちとこっちに入ってるよっていうことなんですね。がわか,かります。っていうことなので、えっ、ー、と、今回の場合は、えっ、ー、と、こんな風に磁石が入ってるってことがわかりますね。で、こういうのが4箇所入っている。 で、えー、これのめっちゃ薄いやつね。これあの、すごい高さがあるんであれですけども、この状態でこうくっついてますよということで、えー、上から見るとこんな風に見えるよと。四角が二つ見えるわけですね。っていう状況がここに起こっていますよという感じです。まあ、これでもいいのか。こんな感じでもいいのかな。こんな風に見えますよということなんですけれども。で、もう一個これ開くとですね、ここにも実は磁石が入ってます。ここね、ここと、はい、ここと、 ここと、ここに同じような磁石が入ってます。なので、えー、この状態だとですね、この、こうやってですね、こうやって持ってくると、えー、実は表裏の裏側のエッジと、ここの端,端のこっち側のエッジがくっつくようになってますよ、ということなんですね。でこれで、これ固定することができます。 で、反対側だと反発するんですよ。やっぱこの辺だと反発して、この辺だときっちりくっつくようになってます。なんで、こんな風にしてあげると、まあ、NS がちょうど引き合うところでここがくっつくようになってるので、まあ、こうやって固定することができるようになってます。なんで、ここと、ここで固定できるようになってるよということなんですね。で、どっちもなんですけども、まあ、こ、ね、ここのエッジの部分をここにくっつけようっていうところが面白いですよね。ほら、こんな感じです。 なんで、くっついてるんですけれども、えっと、平たい面が当たってるわけじゃなくて、本当に端っこのね、線がこうくっつくっていう感じでピタッとくっつくようになってます。面白いな、というふうに思います。なので、このやり方だからこそ、ここの厚みがほとんどないにもかかわらず、中にこんな分厚いものを入れても、よいしょ、分厚いものを入れても、え、この板同士はぴったりくっつくようになってるんですよね。で、厚みが全くここには、この、ま、革の厚みだけですね。 え、このシートの厚み分だけしか、この厚みが増えないっていうのがいいところだったりします。ということですね。ということで、これはあの、マグネットの使い方を、まあ、薄く横向きにしてあげることで、えっと、まあ、普通だったら厚みが出てしまうところの厚みを殺すことができているという、まあ、事例になります。ということで、まあ、マグネットの使い方、上手な製品いろいろあるんですけれども、 えー、この製品もね、そういうやつの一つかなというふうに思います。磁石をうまく使うことによって、えー、薄い商品作りをするということになってますね。なかなか。そして、そういうのをね、見抜くのにこういうのがあるとですね、はあ、なるほど、こういうふうに磁石入ってんのかっていうのが、えー、よくわかって面白いですよということで、えー、マグネットビューシートちょっと高いんですけどね、これで4000だか5000円だかしたような気がします。えー、なんですけれども、えー、こういうのがあるとですね、なかなかこういうのがね、見ていくのが楽しくていいよって ということで、今回はエレコムのですね、ミニオプロダクトシリーズの名刺ケース、MacBook 用のインナーケース、ナスケースと iPhone12 のケースでした。で、まあ、マグネットの使い方のお話でした。以上です。 皆様本日もご視聴ありがとうございました文具王の YouTube チャンネルでは文房具についての新製品から骨董品までさまざまな切り口で文房具の情報を発信しておりますよろしければチャンネル登録評価をお願いいたしますなおチャンネルメンバーシップでは発表前のリアルな開封や仕事中のライブ配信資料データベースの公開なども行っておりますのでぜひぜひご参加ください以上です